クレハ丘陵は、富山県の富山平野にある丘陵である。クレハ丘陵は一般に、クレハ山とも呼ばれるが、クレハ山は、クレハ丘陵の中の標高80メートルの山の名前であり、北側のクレハ山や鉢が、山、南側の城山を含めたものが、クレハ丘陵である。富山平野を二分するクレハ丘陵丘陵より、立山連峰と富山市街を望む冬の、 立山連邦と富山市街地、クレ葉は一体の地名で五福部にちなむものである。旗織業を伝来した、都来人、暮れ式に由来すると言われる。姉総姫神社の姉総姫神が旗織の神であることも、クレ葉取伝承と関係がある。元平聖水期末期28には、樹英三年、源、義中の武将、今井金平の軍勢が、 五福山に陣取ったと書いてある。クレハトリに五福、クレハトリの字が当てられ、これが音読されて五福となり、さらに五福、五福などの字が当てられるに至ったと考える。三読の五福も三名からの天下と見られる。天明三年以前に成立した堀爆水の三周期団にクレワの宮とあるのがクレハの形での文献書室とされる。 最高地点の標高は、上山の145.3メートル。山中にある、呉葉山公園展望台からの富山市街、立山連峰の眺望が素晴らしく、富山市のキャッチフレーズである、立山青ぐ、特等席を実感することができる。ドライブやサイクリング、ハイキングに適した林道や散策路、五百羅館、富山市民族民芸村、また過去には、 クレハ山温泉などもあり、市民にとっては最も身近な恋の場の一つとなっている。頂上には国内唯一の大正天皇による監視の石踏みが混流されている。第二次世界大戦以前には、富山藩主、前田聖保の銅像があったが、戦時中の金属類回収令により失われている。南北に向かい合うクレハ山と城山にはそれぞれ散策路があり、 総延長約1 5トルにもなるが、両山の間を通ると山県道44号と山、高岡線によって分断されている。そのため、富山市は県道をまたぎ両山の上部を結ぶ歩道橋を計画しており、2020年着工、2022年度末の完成予定である。総事業費は12億1300万円である。橋は、 長さ約124メートル、幅1.8メートルの吊り橋で、吊り橋から県道まで高さは約29メートルとなる予定。将来はライトアップも行う予定であるクレハ丘陵は全長約22キロメートルにわたるクレハ山断層帯の西側が持ち上がってできた丘陵である。そのため丘陵の西側は緩やかな斜面になっているのに対し、 東側は急斜面となっている。呉れ葉山断層は活断層であり、将来はマグニチュード7を超える地震の発生が指摘されている。呉れ葉丘陵によって、富山平野は二分されており、かつては言葉や風俗の境界とされていた。呉れ葉丘陵よりも東側が呉東、西側が呉西と俗に呼ばれる。富山県内の多くの箇所から見え、かつ、 放送局のある富山市中心部から近いことから、頂上部には各放送局の送信等が並ぶ。富山という地名の由来について、かつて越中国の国府のあった現在の高岡市から見て、呉れ葉給料の外側にあったことから富山と呼ばれ、それが変化して富山になったという説がある。1913年春に呉れ葉運転機が運転を開始した。 山麓から山頂にワイヤーを張り、ゴンドラを吊り下げ、原動機からゴンドラに取り付けた別のワイヤーにより上下させる方式であった。ところが9月に上下のゴンドラが中間で接触。屋根のないゴンドラから乗客が転落し、重傷を負うという事故を起こしてしまう。このため経営者は廃止届を提出。運行期間は1年持たなかった。 その後1924年春に、富山市の区の当作は山上に展望台を設置し、降落客を誘致することを計画。交通手段としてインクラインを付設、起点は市電クレハ公園前付近とし、山上駅屋上に展望台を設けた。1925年4月より運行を開始したが、客足は伸びず借入金は増えるばかりあった。このため経営者は、 行方不明となり営業を停止。1928年に工業許可を取り消され廃止となった。富山県は三大都市圏以外では最初に地上デジタル放送が開始された。スポラディックイーソー出現時の新川地区における外国電波の渾身障害を解消するため2001年1月に開催された NHK の 第898回経営委員会において、新川テレビ中継局の開設が決定され、同年4月に運用を開始した。富山市,市編集委員会編、富山市第3巻、P518 富山市役所1960年、呉羽丘給吊橋り橋22年度末完成北日本。 新聞2020年6月5日4面、呉波丘陵長さ124メートル釣り橋と小山市、整備安急国道8号へ、北日本新聞2020年3月27日30面、a p 予期免許の概要、ABC 地上デジタルテレビジョン放送局に、免許上交付東京、大阪及び名古屋を除くローカル局では、初めて AB 地上デジタルテレビ放送の、 エリアハット ABC 地上デジタルテレビジョン放送局の予期免許の答申 ABC 地上デジタルテレビ放送のエリア、ア地上デジタルテレビジョン放送局の予期免許の交付、富山県及び、石川県内の地上デジタルテレビジョン放送局に、免許所交付北陸管内すべてのテレビジョン放送事業者で、放送開始 ABC もバキャスサービスと山局の、 会局 AB マルチメディア放送の中継局に予備免許から携帯端末向けの新しい放送メディア、富山エリアでも放送開始へ、富山中継局の放送予定エリア富山送信所の無線局予備免許を取得富山送信所の試験、電波発射携帯端末向けマルチメディア放送局に免許日本放送協会第898回。 経営委員会議事録 AB 日本放送協会第906回経営委員会議事録ありがとうございます。